畑中広し朝日は北海道出身のプロレスラー。本名及びデビュー当時のリングネームは畑中広大木金太郎に憧れ、レスラーを目指す。14歳の頃から自己流トレーニングを開始。韓国にいる大木金太郎に自家判を決行するが会うことができず帰国。韓国がダメならと片道ギップとセンドルを握りしめ、メキシコへ渡ったが、 何千人ものルチャドールのいるメキシコでいきなり試合をするのは難しく断念。それからもレスラーデビューをしようと何度も海外へ渡ろうとした。苦労のせい、最終的にプエルトリコに渡り、1990年3月、待望のプロレスデビューを飾ることとなった。SWS の旗揚げに伴い、剣道長崎に誘われて入団、道場、月記に所属。 SWS 崩壊後は、ナウ東京プロレス、土産紙、プロレス道場元気と所属団体を移った後、再び、プエルトリコに渡り、顔を真っ白に塗った、ペイントレスラー、グレート先生として活躍。その後、日本の様々なインディー団体に登場。1998年9月13日、レフェリーのクレイン中将と共に、アジアンスポーツプロモーションを旗揚げ。現在も、 代表として地元、北海道を中心にプロレス工業を開催している。その他、韓国の団体にフリーで参戦している。ありがとうございます。